いての挑戦者をご紹介しましょう。この方です。高山一実の寸止め剣道。これはどんな作品ですか。これは、はい、一実は小学校中学校と剣道を習っていて、うん、今回は、はい、いじりさんにご協力していただいて、剣道経験者ならではの寸止め剣道というのを披露していただきたいと思います。はい、それでは参りましょう。高山一実寸止め剣道どうぞ。よろしくお願いします。お、いいね。あ、雰囲気全然違うね。かっこいい。あれ、ではいじりさんにそちらに四つん這いになっていただいていいですか。お尻に目線つけさせていただいていいですかね。その辺がいいかな。失礼します。高山、本当に笑っただけで痛くないわけね。痛くないです。はい、大丈夫。バラエティのお約束のパターンと思いきや見事寸止めに成功。ギリギリで竹刀が止まってます。さあ今のとパトランプどうぞ。子供についたステイム。あれ、ステイムさん、あんな笑ってたのに。ステイム、ちょっとエッチっぽい。ファン獲得失敗ということで、それではどうぞ。クリーム砲を浴びていただきます。うわー、ダメ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 。うわー、美少女剣士に容赦のないクリーム砲。無残な姿に息吹けた吹けた吹けた。誰だろう。